明るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。 女子プロレス Stardom 新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく、激しく、美しく、そして新しいスターダム。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。 10.9 大阪城ホール決戦目前の名古屋アーティスト戦です。さあ中さん、はい、小前は25代王者組、現在 V7 中ですね。はい、そうなんですよね。あのこの V5 の時に小前は DDM を相手にしたんですけれども、これがね、引き分けでの防衛だったんですよ。はい、なのでお互い、まあ、両チームともね、本当に納得がいってなくて再戦をずっと望んでいたんですが、ただあの選手のね、まあ、DDM 側の怪我とかもいろいろあって、まあ、延期もありつつこのスケジュールでの実現になりました。そして大江さん、はい、ドンナデルモンドマイフィネポイントっては、まあ、悲願のアーティスト取り挑戦ということになります。そうですね、やっぱり今回はもう前回に比べたらマイヒメポイント3人のカラーがバッチリ出てますからね、はい、明確に出てますから、これは今回はズバリいきたいですね。しかし宝物であるこのアーティストのベルトを絶対に手放したくない、コズミックエンジェルス中野タム、厳しく夏ポイにローキックを叩き込む。わあ、厳しくいきますね。やっぱりこの2人はね、一度もアンダーオブスターでもかけて戦った時にものすごいバチバチやってまして、はい、それからもう当たるたんびにね、すごいこの女の怖さが出るような、これもすごいですね。今のは固めなくて投げっぱなしでいきましたね。はい、あのポイステジャーマンと命名されました。ポイステジャーマン、はい、怖い怖い、ポイステされますね。ポイステ、そう、夏ポイ選手はね、一回姫香選手にあのポイステされたこともかつてあるんですが、なるほど、はい、それを相手に今ぶつけております。さあ、そして代わってコズミックエンジェルスからは白川美奈です。まあ、うなぎさやか白川美奈にとっても大江さん、はい、このベルトは虎の子ですからね。いやー、もちろんですね、まあ、3人のカラーがもう明確に出てますから、はい、やっぱりここは絶対に取られたくないですよね。しかしそこに割って入るマイカです。これはまずいことになりました。白川美奈、マイカ得意のなだれ式バスター。滞空時間長いですね。素晴らしい。そしてすぐに姫香が出てまいります。いいコンビネーション作ってますね、舞姫ぽい。まあ、やはりね、アーティスト戦6人タッグですから、成川さん、はい、あ、トリオのね、チームワークというものは非常に重要になってきます。今これ狙ってますね。おお、まさに夏ぽいをポイ捨て、ポイ捨て、はい、リフトアップしてから相手の上に落としました。まあ、姫香選手がね、腰の負傷から欠場して、その後すぐ5スターに入ってしまって、その後組む機会はなかったんですけれども、舞姫ぽい、コンビネーションの不安はなさそうですね。ですね、はい、これ見る限りはバッチリですね。息が2人は合ってますね。さあ、大江さん、ちょっとチャンピオンチームピンチですね。そうですね、これはしのぎたいですよね。あー、だが今度は固めていったジャーマンスープレックスホールド、カウント2。ポイ捨てもブリッジも、このナスポイのスープレックスに関してはすごい角度ですよ、このね、ブリッジ、はい。さあ、そしてナスポイが勝負に出ます。ここに上がるということは見せるか、フェアリアルギフト、リング中央。おお、これタムが間に合った、中野タムがカットに間に合いました。そうですね、
実験という大阪で、あのね、岩谷麻衣選手との防衛戦控えてまして、ここでね、タイトルを落としてしまうとやっぱり勢いがね、止まってしまいかねないので。いやでも待ってください、この体勢、フェアリーストレインを狙いましたが、ここはチャンピオンチームの意地、うなぎさやが出てきた大不変固め。さあ今度はちょっと、あ、これ狙ってますね、これはガッタイマサ、はい、フェイスバスター、北には組んだ時によく見せる、はい、連携になります。オレオレさん、はい、さすがチャンピオンチーム盛り返してきましたね。いやもちろんですね、この流れるような連携はやっぱり3人ならではですね、うん、トリプルかかと落とし。アーティストオブスターダムの戦いの歴史はスターダムのユニットの戦いの歴史でもあります。ユニットの結束力、そして強さが試される。そこは譲れないコズミックエンジェルズ。こちらが、ね、必勝パターンに入ってきてますね。あのトリプルのかかと落としから誰かが決めに行くっていうのがスタイルなんですが、このね、はい、トップロープを使ったインプラント DDT も強烈です。さあピンチに陥った小泉ですが、ここで一気に決めるか。舞姫ボーイがカットに入ります。いや大江さん、本当にトリオ戦らしい目まぐるしい攻防です。そうですね、やっぱりトリオとしてやっぱり2チームとももうすごく重ねてますからね、はい、なのでこうやって、この2組の対戦というのは素晴らしい試合になるんですね。あ、そして成川さんがおっしゃったように、まあ、10.9 大阪城ホール大会ね、あの注目の大会が目の前に控えてるだけに、そこにチャンピオンチームとして乗り込めるかどうかって大きいですよ、はい、あー、グラマスコレクションミラー、素晴らしいタイミングでしたね。あの白川選手、本当にね、5スターグランプリを終えて、なんかものすごく成長が見える選手なんですよね、はい、それあの実はあのジュリア選手もそういうのを認めているんですよ、白川は成長したと。なんとどんなダイヤモンドも、はい、ジュリアも、はい、認めるぐらいの成長を見せています。だが認めてもベルトは手に入れたい。さあここでマイヘがダブルのチョークスラム。あっという間に、おじさん、あっという間に舞姫ポイのなんか流れになっちゃいましたよ。このね、この役割分担っていうのがね、さあ素晴らしいフェアリーストレイン決まった。お、素晴らしいですね、夏ポイが取った。19分16秒の勝者夏ポイ。成川さん、夏ポイが取りましたよ、はい、これあの実はですね、ファイブスターグランプリで夏ポイ選手、白川選手にですね、リングアウトで負けちゃってるんですよ。その雪辱っていうのもすごくね、あの彼女の頭の中であったでしょうしね。あ、勝者と敗者明暗が分かれましたが、でも試合が終わった後の各選手見る限り、大江さん、はい、本当死力を尽くしたという感じでしたね。そうですね、ただ今日のまた夏ポイは反りまくりましたけど、冴えてますね。今回はね、夏ポイのブリッジが、スープレックスが冴え渡る体感激闘になりました。さあこれでロンナ・デルモンド、舞姫ポイが6人タッグのチャンピオンになりました。 CM の後、 10.9 大阪大会イメージを一新した新王者舞姫ポイがクイーンズクエスト相手に初防衛戦。女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。スターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。大江さん、はい、姫川それこそ腰の負傷で苦しみましたけれども、試合感は戻った、それからやっぱり引退しないでよかったなんていうようなコメントも残しているんですね。やっぱりこれだけの体を持ってますからね、この体格を使った技というのも生かしてきてますし、このボストンクラブにしてもすごく絞りがきついですしね、ファイブスターでも何度もこの技で取ってますし、まあ、自分の体の使い方をすぐ重ねていって、
いい状態ですよね、すごく。これは好材料ですね。そしてこのメンバーの中ではモモ、それから同門のナツポイには勝利しています。うわー、2人まとめて姫香が最大の魅力爆発と言えそうです。ここは笑顔ではなく、アルゼンチンバックブリーカーは2人歯を食いしばってそのまま後ろへ。こういうことができちゃうわけですから、なんと可能性がどれだけあるのか。ジャンボプリンセスフォールの体勢に入りましたが、ここは相手が神谷パワーボムも得意の形、しかしそれは読んでいます。走るとニールキック、ね、ニールキック見事ですよね。さあそして安住と夏っぽい、ここ早いですね、きっとね。対戦の王座を争った2人でもあります。全王者と元王者ですからね。そうですね。そしてそのタイトルを得たことで自分の価値を作ってもらったというのがこのね、夏っぽいなんですが、ね、腕を取りに行くまでのこのポジションの流れっていうのは安住は早いんですよ、で絞りもきついですしね。電光石火で、またポジションがもう、ま、ど真ん中でしょ。そうですね。このやり取りっていうのはやっぱりさすがにね、この若さでキャリアが8年もあるんで、リングの中での動きってすごい。セコンドに10円さんがいらっしゃいますね。お、いますか。はい、ジュリア顔を見せて、はい、声を送ってますね。あ、ジュリアいますね、これも力になってくるでしょう。ですが安住もこうして丸め込んでフットスタンプ、そのまま背中を預けてくると、夏っぽい、いやいや、まだ安住止まらないですね、動きが。数珠つなぎ、さらに電光石火、カウントワンで延々続くスライディングでラリアットが姫香。危ない、大江さんすごいですね。危ないですね。ここはモモがアシストに入ってくる。どうだ、安住の丸め込みから、さあさらに、いやいや、また体勢押しつぶすようにしているのは夏っぽいです。夏っぽいうまいですね。アピールさせないですもんね、得意のフィニッシュさせず、足クロスさせてジャーマンスープレックス、嗅覚ことですよ。しかしここもバックを取ってジャーマンスープレックス、高いな、投げ位置がだいぶ危険な位置、はいはい、投げっぱなしとなりました。またこの舞姫ポイにしても3人とも役割が違うじゃないですか、スタイルが違うですから、はい、ね、そこがまたこの3人がうまくいってるところであって、一気にプレスの体勢にナッツポイを使ってくる。さらにブレーンバスター、やっぱりこの土台だとかこういう腰の安定だとかね、体幹持ってるのはこのマイカですよね。力強い、力強い、もう技に説得力がありますよね、はい、でもちろんあの姫香は体格がありますし、で、夏っぽいはもうスピードがありますし、もう3人バランス取れたチームですよ。ベルトを持ってるっていう意味が分かりますね。それが機能して決めようというマイカだったんですが、ここで10分経過、また乱戦模様に拍車がかかるか。ラリアットはかわす、マモの右ハイ、姫香の側頭部を捉えました。安住もこうしている、モモアズは場外へ。そして舞姫ポイ3人とも捉えてスワンダイブ式プランチャー。これはね、ロープ使いますから、あの打点が高いですよね。最高地点と言えそうですね。また自分の体重ありますからね。さあ今度はスタークラッシャーの形に持ち込もうとして、下がバックドロップ、ちょっと空中で溜めて角度をつけるようにして投げます。柔道の土台がある前か、走れた、スパニッシュフライ、大きな体を1回転させました。みんなも今のもそうですけどね、あのその場のフランケンもそうだし、あの調子の選手はその場でね、なかなかタイミングとね、間が難しいんですけどね、あ、上谷すごくその間がうまいですよね。そしてそのひらめき、天才的にスタークラッシャー、マイカから取れば大きい
戦いは常に長代さん、はい、もう攻めと守りバイバイゲームのようになってますね。そうですね、50-50なんだけど、これもうここでね、もうオールカットワークしっかりやって、はい、決まったらチャンスはあるんですけど、あ、やっぱり夏子早い早い、早い、うん、そうはさせない、さらに蘇生しましたね、マイカー驚異のタフネスを発揮して雪崩式の攻撃、6人タッグの最高峰、渡すかと雪崩式ブレーンバスターという重量感ですかね、このバランス、滞空時間、これぞマイカー、それでも上谷返す、そのタフさもこれぞ上谷と言えるかもしれません。ラリアットでぶちかますとそのまま後ろに夏っぽい投げ力も大江さん随分すごくなってますね。いやいや本当に豪快ですよね、さあそしてここでサザンカ安住が飛んできた、うわダイビングフォースタンプ、マイカはさっきのも合わせると背中にダメージがありますよ。また真っ赤にさらに赤く腫れ上がっているかもしれません。今頑張らなければいけないのはナツポイ、ここは誤爆となった、同士打ちにはダブルでラリアット、奮闘をしなければ姫か、やっぱり長谷さんこの分断というのが大事になってきますよね。そうですね、もうなんかね、もうここで決まりそうという時にもうみんな見てますからね、もうね決まるのか、円か落としが炸裂したならばでもまだカウント中、それでもうなずきましたね、マイカ分かっているさとばかりに、あー来た、一ノクドライバー2は1回で取られるわけにはいかない、マイカやっぱりね、マイカ少し背中ダメージありますからね、バランスが、でもラリアットよく行きますね、なんとそのダメージあるというお話の最中、さらに出た高速で道のくドライバー2オリジネーターであるタカ道のく師匠直伝の2連発マイカー、強い女帝への道、ここからよとマイカです。畳みかけがうまいですね、狙ったものは逃さないところをかっちり決めてきますね。何かその嗅覚がきっちり噛み合ってるんですよね。やっぱり飛ぶことを抑えさせるともうあとは力でねじ込むだけなので、うまいコンビネーション、周りもうこの3人がうまかったですね。でクイーンズクエストの方がちょっと最後焦りであってもうばらつきがありましたからね、ちょっとね、いやそのほころびを少しずつ大きくして最後は風穴特大です。クイーンズクエストは悔しい、初防衛に成功です。アーティストオブスターダム26代チャンピオンチーム、舞姫ぽい。 CM の後ワイルドハート葉月が1年10ヶ月ぶりにカムバック。女子プロレススターダム新時代到来、宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。今そのホワイト貴重の姿、こちらです、葉月です。相手は小熊、同期スターダム5期生、
そして同学年の両者。戦いのタイトルは葉月復帰戦、運命の再会です。2015年3月以来6年7ヶ月ぶりの対決。葉月が2014年7月6日葉月レオとしてデビュー。その相手がこの小熊でした。小熊は少し先の2013年11月4日にデビューしていますから、同期同学年。もうキャリア、ここは葉月はチャンスと見たようです。小熊がキャリア丸8年になろうとしています。バックブリーカーの体勢。時を経て時を進めようと提案したのが葉月です。ずっとやり合ってきた同期、そしてあなたがいなかった間、私はいろいろな経験をしてきましたと葉月の訴えるような言葉もあります。うわ、今 DDT で長谷さん、我々の目前でしたけれども、ロープがありましたからね。そうですね、でも突き刺さってましたね、頭ね、逆にロープが良くなかったですね。はい、あれでちょっと力が逃げようのないところ、なかったですね。さらに場外に向けて飛んだロペスイシーダ。大江さん、はい、1年10ヶ月ぶりのファイトでこれです。葉月そうですね、思い切ってますね。いや、このリングサイドシャウトが響き渡る様も、何かあの葉月が帰ってきたなという気が本当に強くいたします。やっぱり本当に長谷さん、はい、まあ点ではなく線でっていう表現よく何とかやりますけれども、はい、その象徴のような戦いになったんですね。そうですね、もうなんか本当にもうあんまりその時が違わないでまた戻ってきたじゃないですか、はい、これなんかで引き寄せられたのかなっていう気もしないではないですよね。ここはなだれ式でガンスターン。まさに小熊がそう語ってますよね、はい、共通点だらけ、引き合っていると。そうですね、でそれをねまたねロッシー小川がねしっかりと認めるわけですよ。これはねもうねやっぱすごい。さあ、そして思いっきりトップロープから全体重魂とともにぶつけていきます。ロッパイしましたね。そうですね、やっぱり以前の小熊とは上とか違いますからね、はい、その辺の当たりに関してはちょっと葉月びっくりしてるところじゃないですか。そして大阪城ホールという特大の舞台でもあります。二段式でバイシクルキック、その動き葉月が見せつける。これを捉えてオブライト、オブライトに近いです、本当ですね、そうですね。やっぱりウエイトを増やしたことでね、体幹とかのバランスに力がね増したんでしょうね。そうですね、そうですね、以前の小熊とは違いますね。スピードにいったところですからね、昔だったらさながらゲイリー・オブライト。以前そんなジャーマンスープレックスですねと本人にかけたらニコッと笑ってくれたことがあります。嬉しいと小熊。さらに葉月と呼んでます。長谷さん、まだまだってことなんでしょうね。まだまだですね、まだまだ。ただね、葉月ね、2年近く結局ブレイクしてるじゃないですか、まあ、休んでる分か、はい、よく戻してきましたね、ここまでね。本当に体つきにしてもそうですよね、はい、そんな長い期間じゃなかったはずなんですよね。だからこそその短い期間でよく戻してきたなと思います。6年のブレイクがあったのは小熊、はい、1年10ヶ月そうだったのが葉月、はい、そして夏子との引退試合と同じ入れ立ちで葉月が帰ってきました。思いっきりコードブレイカー。これは落差も十分、そして受け身も何もない中、ほとんど今もツームストーンパイルドライバーのように投げつけていきました。トップロックはありますね。どれだ。さあ、思い切りダイビング先頭。それでもブリッジ状態。小熊の心、これもまだ折れてはいません。
と声を上げると拍手が返ってくる。このリング上で 120% スキルボール。ちょっと声が出ますね、我々も。ただああいうところでやっぱり以前のね、はい、あのハイスピードのところを出してきますよね。ここはもうハイスピード王座は第16代王者、8回防衛しています。岩谷真由選手の9回に続く記録。その速度は蹴りにも十分あります。さあさらにおおブレーンバスターは垂直落下スキー、得意の一発、腕を固めながらのおかえり。子熊としか分かち合えない感覚、感情、どうでしたか、ハスキー大江さん、まずいかがでしたか。いやー、やっぱり今もうね、これこの長年の子熊に対する、もちろんこの同期のね、絆もありますけど、子熊に対する何クソっていうところがここで出たんですよね、うん、だって子熊は6年ブランクがあって戻ってきたんですよ、はい、でだけど、葉月はそんな2年弱じゃないですか、うん、そこでいて子熊のコンディションに勝ちたいっていう気持ちが上回ったんじゃないですかね、うん、やっぱり語りましたもんね、あなたがいなかった間私はいろいろ戦ってきたと、うん、やっぱりプロレスは最高だ。激闘を繰り広げた葉月と子熊は次期シリーズタッグリーグでチームを結成することが決定。動き出したスターダム生え抜きライバルタッグ、今後に注目。女子プロレス、スターダム、新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく、激しく、美しく、そして新しいスタ